新しいタイマッサージ物語。大国初めての王国はスコータイ王朝で、現在のバンコク王朝まで、700年の歴史があります。少し微妙ですが、スコータイ王朝の石碑に、マッサージの絵が刻まれているという話もあり、タイマッサージの歴史も700年ということになります。ええー、先生、太古式マッサージは、2500年の歴史があるって聞いたんやけど、 ホームタイマッサージは、深掘らず、あっさり教えるのがコンセプトなので無視します。タイマッサージが一番発達したと思われるのは、次のアユタヤ王朝で、これは、はっきりした記録やエモザン、って言います。この時代は、王宮に、マッサージ局という部署があり、マッサージ師は、医者としてくらいも高かったようです。アユタヤ王朝は、 隣のビルマ、ミャンマーに滅ぼされてしまいました。そして、現在のバンコク王朝で、アユタヤ王朝の文化が意図的に復興されました。タイマスサージ関連の知識も、アユタヤ王朝の頃の復元とされています。スコー太王国と同じ頃、チェンマイには、ランナー太王国がありました。そして、チェンマイの地が、太王国に併合されたのは、 80年くらい前に過ぎません。つまり、チェンマイは、太陽国と同じように、700年の独特の文化があるのです。医療としてのタイマッサージは、現在は、西洋医学の流入により、片隅にやられ、補助的な医療としての役割を担っています。医療のタイマッサージ提名から、現在のようなリラクゼーションのタイマッサージ形式にして、外国人を中心に教え始めたのが、 バンコクのワットポーです。そして、ワットポースタイルをベースとし、北地方独特のスタイルを織り交ぜて教え始めたのが、チェンマイのオールドメディソン、伝統医療病院です。前者を、バンコク式、後者をチェンマイ式と呼びます。新しいタイマッサージ物語の始まりです。これらのスタイルは、タイの文化に関心を持つ外国人たちに学ばれ、 リラクゼーションの体式マッサージとして世界中に普及していきました。体マッサージは世界で一番気持ちいいマッサージと呼ばれています。医療の体マッサージは対象療法的ですから対話式、リラクゼーションの体マッサージはストーリーが決まっていますから、それを体に読み聞かせるような物語式になります。この物語の展開の仕方が 万国式とチェンマイ式の違いです。そして、物語形式で、部分的でなく体全体に施すことが、結果的に、トータルに健康を増進させるという副産物をもたらしています。これは、ここ30から40年くらいの現象ですが、医療として低迷したタイマッサージが、資本主義がもたらした文明の豊かさの中で、新しいリラクゼーションという分野で、 新たな主役に返り咲かせたわけです。リラクゼーションのタイマッサージのセラピストは、このタイマッサージ物語を、いかに楽しく、面白く、感動的に読み聞かせるかが使命なのです。つまり、タイマッサージのセラピストは、治療家でなく、エンターテイナーなのです。これだけタイマッサージ理論。理論的理論。 タイマッサージは、タイ伝統医学の理論にもとついでいます。タイマッサージで、理論として、重要なのは、1、10線理論と、二、4元素理論の2つです。10線理論、タイマッサージは、ラインセラピーです。タイ伝統医学の理論によると、人は生命エネルギーで生きています。そして、人の体の中には、 72000万2千本の生命エネルギーの管があります。タイマッサージの目的は、この生命エネルギーの流れを良好にし、人を健康にすることにあります。この生命エネルギーのうち、主要な10本のラインがあります。タイ語で、ラインのことを線と呼びます。4元素理論では、もう少し深くですが、この生命エネルギーは何をしているかです。 生命エネルギーは、体、元素のバランスを調整しています。先生、さっき、深掘りしないって言った、じゃないですか。聞きたくないですか聞きたいです。では続けます。人間は、土、水、風、火の4つの元素でできています。対伝統医学では、これらの4つの元素のバランスが崩れると、病気になると考えています。 生命エネルギーの流れを改善し、4つの元素のバランスを整えて、健康を増進させるのがタイマッサージです。実践的理論。チェンマイ式タイマッサージの実践理論として重要なのは3つです。1、ゆっくり、2、優しく、3、美しくです。これを守れば、めちゃくちゃ気持ちいいチェンマイ式タイマッサージができます。1>, 1、ゆっくり。体族は、 1500年前に中国方面から現在のタイの土地に南下してきました。せっかちな性格のタイ人はどんどん急いで南下し、万国へゆっくりした性格のタイ人はチェンマイあたりにとどまりました。チェンマイ人のゆっくり気質がチェンマイ式体マッサージの特徴です。せ、術のゆっくりはゆったり力強い像の歩みのようなゆっくりです。 ゆっくりした施術が気持ちいいのは科学的にも証明されています。イメージとしてはハラハラと桜の花の散る速度、秒速5センチメートルでするマッサージが世界で一番気持ちいいタイマッサージの速度です。二、優しく。技をかけるときはソフトに優しく仕掛け、一定の深さに沈めて保持し、そして優しく抜きます。パッと抜いてしまうとクライアントは はっと気が戻ってしまって、今までした技の気持ちいいさが台無しです。トイレに入る前には、いきなり開けない、必ずノックして入ると、いうような気遣いが大事です。何のこっちゃわからんわ。黙っとれ、先生、優しく優しく。強く押す前後には、ウォーミングアップ、クールダウンの配慮。お母さんの優しさです。 いつかチェンマイを訪れてみることをお勧めしますが、チェンマイは、優しさと微笑みが溢れた街です。滞在中、あなたは、少なくとも、一回は、チェンマイ人の優しさに涙することでしょう。